それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、社民福島みずほ投手が処理水で赤っ端じわら、汚染水の放出停止と太平洋地域との対話が、コミュノ&X ミンがバッサリ、わらがネットで話題に、日本共産党シーカズオ議長、ベトナム書記長の国葬に参列しました。ツッコミ殺到をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、シャーミーントーン福島みずほ投手が処理水で赤っ端なのであります。以下引用。シャーミーントーン福島みずほ投手、汚染水の放出停止と太平洋地域との対話を官邸前緊急行動に40人、閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。福島原発より海洋放出されているものは汚染水ではなく、アルプスによってろ過された処理水です。アルプス処理水にかかる海域モニタリングについては、福島第一原発周辺海域においてこれまで6測点、さらに3測点を追加して9測点で実施されています。アルプス処理施設内の放射線量は東京電力ホールディングスによって測定公開されています。アルプス処理水層ポンプ出口放射線モニター、希釈後トリチウム濃度、役に立ちましたか。引用終了。高騰の投手がまだこんなことを拡散しとるのか。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用。いや待て、単に情報が更新されていないのでは、すなわち最新の勉強していないという、あ、学び続けないとこうなっちゃうかもな。気をつけよう。あら、シャーミントーンの福島みずほが渓谷のウォルソン原発の貯蔵水流出には全く触れないのはどうしてだと思いますか。警告 C 国にもちゃんと言えよ。偽計業務妨害で東電側が訴えていいレベルのはずです。国会議員がこんなノートつけられてちょっと恥ずかしいと思ってほしい。いい加減にしろ。アルプス処理水放出開始から1年が経過し、もはやいい意味で注目されなくなりましたが、それが不満なんですか。いまだに汚染水という言葉を使って風評加害行為を行う意図は何ですか。不正確で悪意がある行動を行う政治家、政党など消えるべきです。福島氏の仲間である大椿議員は、アルプス処理汚染水という意味不明な言葉を使って風評加害を行っています。彼らにとって処理水放出が注目されなくなること、風評被害や健康被害が起こらないこと、復興が進むことは不都合なのでしょうか。引用終了。マジであっちのあれなんじゃねえかと思ってしまいますが、ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。この処理水の放出に伴って具体的な物理的被害は出てきているんだろうか。汚染水などというものを放出していないが、何を要求しているのか意味不明。国会議員は楽な商売で羨ましい。福島県も漁協も風評加害者は容赦なく訴えて損害賠償請求するべき。こいつら福島を殴り返してこないサンドバッグと思ってるぞ。先月警告から盛大に漏らしてますけど、それについて何かコメントは。日本の処理水とは比較にならない汚染水ですよ。なんなん、本当になんなん。処理水放出が開始されて11ヶ月が経過しますが、実害が観察されたのでしょうか。そして何度も何度も処理水の安全性が語られてきたのに、未だ汚染水という言葉を使う意味はどこにあるのか。明らかに国益を損ねる行為であり、今すぐ議員辞職していただきたい。汚染水と処理水の区別不可能アカウント。汚染水は放出しておらずアルプス処理水だし、太平洋地域との対話は10日ほど前に第10回太平洋島サミットで岸田総理がやったばかりですが、ニュースも見てないのでしょうか。この方たちは活動に使えない情報は見ないんだろうね。日本だけ汚染水ってどういう認識なんやろ。ウォルソンに何も言わない人に言われても、あくまで汚染水と言い張るのであれば、あなたが独自で水質調査を行ってみれば良いではありませんか。少なくとも C 国や渓谷の原発処理水などよりはよっぽどクリーンな数値を出しているはずなんですが、この国の国会議員であるのであれば、そこはしっかりとしないとさ。この人は単なる活動家だから分かり合えない。
まだ汚染水に疎る過去やつは。国会はこのような中傷を垂れ流す政党と議員をいつまで野放しにするのでしょうか。日本は汚染水を流してません。隣の国へ行ってください。処理水、彼らが言うところの汚染水、そんなもんどうでもいいのです。要は日本を貶めることができれば単にその一つの方策に過ぎません。汚染水、まだこんなこと言ってるとんでもない人たち、日本の政治家でありながらある特定の国のために働いているとしか思えないシャーミントーンの政党交付金は今年2億8800万円です。シャーミントーンって本当に日本に必要ですか。それを支持する有権者がいるということ。とはいえ評伝は間もなく尽きるはずなのですが、こういう政治家は本当いらない。福島みずほは必ず世間との逆に進むから、なんなら一般常識や正しさは分かった上で支持層のためにあえて変なこと言ってる気もする。くらいにとにかく言うことすべておかしい。引用終了。この国会議員さんはまだこんなことを言うてるのか。この党の党首も副党首もほんましつこいよな。またシャーミントーンの党首も副党首も草津町と草津町町長に誠意のある対応をお願い申し上げます。さらに過去に日本国、日本国民に対して大きな迷惑をかけた件に対しても向き合っていただきますようお願い申し上げます。こういうことにすらまともに向き合って対応すらしない政党、国会議員こそ必要ないと考えますが、皆様はどう思いますでしょうか。ところで日本共産党シーカズオ議長、ベトナム書記長の国葬に参列しました。ツッコミ殺到という話題を紹介します。以下引用。日本共産党シーカズオ議長、コチョン書記長の弔問を行い国葬に参列しました。ベトナム書記長代行、首相、前書記長と挨拶、書記局常務と会談、ラオス、カンボジアの国家指導者などと挨拶、ご遺族に弔意を伝えました。沿道では大変多くの市民がホーチミン主席以来のことと聞きました。引用終了。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。共産主義国の同志の国葬はよくて、自国の政敵の国葬儀には反対するってどういうことですか。安倍さんの国葬には反対したのに安倍さんの国葬儀には反対して欠席したのに、チョン書記局長の国葬には参列したんだ。自分の国の元総理の国葬には出れないのに他国の国葬には出れるっていうのは、安倍さんの国葬反対がいかに党派性にまみれていたかの証拠でしかないわ。人としての礼節に欠けている証拠でしかない。あなた国葬反対言う取りましたね。独裁共産国の国葬には参加するんだ。へえ。安倍さんの国葬の時は何されてましたか。自国で行われた国葬には参加せず他国の国葬には参加する、こんな国会議員は必要なのか。全く究極のフラブスタワラ。日本には戻ってくるんじゃねえぞ。赤いお仲間の国葬には行くのか。引用終了。あれれ、国葬儀は弔意の強制と主張して安倍元首相の国葬儀は反対して欠席してませんでしたっけ。ベトナムの国葬には参列するんやね。他国の国葬は弔意の強制にならないのでしょうか。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。